どうもこんにちは。お忙しい中ありがとうございます。お時間を取ってお越しくださいましてありがとうございます。よろしくお願いします。書道部の大沢淳と申します。今回、タンパレスの新優香選手の、スローガンを書かせていただきました。東松山市の鈴木優香選手を応援しています。せーの、鈴木選手頑張れ。本当に優香さん、お疲れ様でした。この度、パリオリンピック女子マラソンで、6位入賞することができました。本当に、皆様の応援が私の力になりました。本当にありがとうございます。私は大東文化大学で、岡園監督に、直々にご指導いただいて、基礎から本当に作り上げてもらった一人です。ちょこちょこ怪我はやっぱりあったんですけど、大事に至らずここまでなんとか、積み重ねて走り続けることができました。やっぱり皆様の支えがあっての、結果ですし、私はそれを、走りで体現する立場だと思っておりますので、引き続きまた世界大会で、より一層、皆様の応援を力に変えて、応援していてよかったなと思っていただけるように精一杯走り抜けてまいりますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。非常に急な坂、下り坂だったので、うまくこう正面というか前後に腕を振りたかったところも正直なところあるんですけど、企業さんに入ってで大学のコーチが引き続き見るっていうね、そういう分が結構多いんですよ。でも私はその時にもう彼女にはっきり言ったのは、俺と言ってもお前はオリンピック行けないと、これから先は基礎をねきっちりやってきたんだからね、本当にマラソンをね知り尽くしてて、やっぱ勝つことをね知ってる人、やっぱその人をね選んでトレーニングしなかったらお前オリンピック行けないと、だから、ね、やっぱりそういう人を選ぼうって言って選んだ人がこの山下監督なんですよ。大学と企業が一体化なるね、一番素晴らしいそのこう成功事例っていうふうに僕は考えてるんですね。山下さんのおかげですよね。いやもう第一生命さんにね感謝しております。はい、一からっていうところももちろんゼロではないと思うんですけど、やっぱ彼女の場合は本当に基礎とか岡田監督の メソッドというんですか、きちっとしているところもありましたので、ちゃんとそこを生かせるようにっていうことは常々意識はしてはきてるところはありました。まあ、やっぱ本当親御さんがあって、競技始める時の指導者の方がいて、そして少し専門的に高校大学でやってって、もうなんか最後のところでも本当お預かりするんだなっていう責任はものすごく常々思ってるので、オリンピックに出たいって自ら言ってる選手についてはなんかこう自分がこの子オリンピックに連れて行きたいというよりも本人の夢を叶えなきゃいけないっていうようなこともやっぱすごくあるので、こっちが先に思ってても本人がその気になってくれないとうまくいかないので、本人がそう思ってるかどうかっていうことが一番目にはきますね。彼女だけじゃなくてオリンピックに出たいって言って同じように本当にプランを勧誘する時点で作っていった選手もいるんですけど、もう全然それはどこに行ったんだろうっていうぐらい別のことになってしまう選手もいたりも実際しているので、やっぱ本人が偉いんだと思いますね。トラック最初しっかり取り組んでいったんですけど、関東インカレで背中を追っかけさせていただいてた夏希さんと一緒に、最後競り合ったところからやっぱりなんか一歩抜けた気がしていて、出る大会で思った以上に走れる自分っていうのがそこにいて、岡園監督からも
前はいけるんだってすごく言っていただいて、そこから自分 もう思い切ってっていうレースをするようになりました。まあ、初めてのハーフマラソンで、まずユニバーシアードの出場権を獲得することができました。でそこから2年生の夏にユニバーシアードで、おかげさまで金メダルっていう形で、結果を出すことができて、そこから改めて自分は世界にどれだけこういけるんだろうっていうふうには意識したところではあります。じわじわと大きくなっていったっていう気持ちではありますね。いいね、ありがとうございます。この度はパリオリンピックの応援本当にありがとうございました。私はこの大東文化大学で学生時代もたくさん練習して今に結びついてきていると思っています。学生の皆さんも本当に今全力で取り組んでいること、決して無駄じゃないと信じて突き進んでいただきたいですし、私も皆さんの頑張りを見て今後も精一杯走り抜けていきたいなと思っています。今後とも応援よろしくお願いします。本当にありがとうございました。はい、チーズ。